皆様こんにちは、山芋です。久しぶりの動画になっておりますが、ちょっと後ろ向いてますね。恥ずかしがり屋かな。はい、これちょっと前のやつですね。で、この方のパーティーウォークはもう無事に終わりましてですね、きっちりね、キラカード、レアカードをゲットしております。で、また新しいのを着てましたよね。で、新しいのもまたこの方っていうことでびっくりしましたね。バラがあってすごくね、いい感じなんですけども。バラはね、当時レアでしたからね。はい、参加します。これで入ったかな？はい。で、もう一個、私言い忘れてたんですけど、前の時ね、私これ買わなくていいじゃん。難しいお題クリアしたらもらえるって書いてるじゃんって言ってたんですけども、難しいお題とは服が違ってたらしくて、なんか文章も変わってましたんで、もうこれはね、買った方がいいので買いました。コミュニティデーもなんとか2日目にクリアしましたね。これ、最初の時の巨大なキノコかな。ちょっとあんまり皆さんのところに入れてなくて本当に申し訳ないんですけども、来週は頑張りたいと思います。これは星3取ったんですけど、ほとんどあと星2か、星1かが多かったかな。うん。まあ、ホイップ集めがね、大変なんで、まあ、とりあえずホイップのために入ります。で、ルーレットの方なんですけども、私2個目のルーレットの方で金の苗をゲットすることができたんですね。で、これをちょっと先に生まれてもらおうと思います。はい、こちらちょっと動画ちゃんと撮れてなかったんですけども、紫ピクミンがファースト。はい、ということで残りのルーレットバババーとお見せしたいと思います。早送りで。すいません。早送りにすると、ちょっと良くないですね。今3周年だから、せっかくだからミュージックを、音楽をつけて楽しもうって思って、そのままゲームしてたら、ルーレットのこの回る音と、音楽ね、BGM がね、ちょっと合ってないというか、いつもね、BGM 消してたから、余計に変な違和感があるのかもしれないけど、ちょっと、まあ、ルーレットは今回割愛しようかなと。正直3周年だからめっちゃ当たってるとかそういうのは全くなく、いつも通りのルーレットで、なんか今回特別な何かがもらえるみたいなのもそう感じないんですよね。3周年だからお使いドローンとか入ってくるのかなと思ったけど、今のところ入ってないような気もする。うん、はい、では残りのピクミンたちをね、一気に引っこ抜いていきたいと思います。はい、お気づきの通り、コミュニティデーまで苗を温存してましてですね。まあ、大きい苗が多かったんですけども、これ全部が違う。あ、そうですね。今、ちょっと出てたんですけども、レストランの子も混じってます。この中にレストランの子がいます。でも、他のは多分そうだと思う。レアシェフ、ちょっと待って。レアシェフから、ん？レアシェフのポイントが進んだけども、出てきたのはレアシェフだった。ん？あ、ん？あ、前のやつね。前、だいぶ前の、多分レストランの置いてたんだと思うんで、多分それが、たまたまレアシェフだったっていうことですかね。うん。今はもうそんなことならないですから。ね、岩ちゃん。岩ちゃんめっちゃ可愛いやん。岩ちゃん、どうしたんそれ。かわいい。さっきのレアシェフでちょっと頭おかしくなっちゃったけども。ああ、いい。紫も岩もかわいい。うん。いい感じです。君もレアシェフじゃない。3周年の子でいいよね。オッケー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 。何の大きいないかちょっともうわかんなくなっちゃって。動きかわいい。そんな揺れるの？何でひっついてるのそれ。重力。違うの？何か宇宙空間ですか？何この絶妙なこのバランスでクッキーがひっついてんの？めっちゃかわいい。お蕎麦屋さんの子だ、この子。お蕎麦屋さんのカップケーキになりました。かわいいです。はい、羽羽も起きないだよね。はい、出てきて。カップケーキ、全然かぶってないよ。これはめっちゃいいだよね。めっちゃいいですよね、これね。いや、
すごい貯めてたんですけども、貯めてて結構絶望的な結果になったら嫌だけども、いい感じじゃないですかこれは。はい、ありがとうございます。さあまだまだいっぱいありますからね、ゆっくり入れていきましょうかね。はい、続きまして金の苗でございます。赤さんと青さん、絶対そうだと思うんだけど、間違えて1周年を入れてる可能性もあるから、オッケー。か、動きが可愛い。赤持ってないよね。え、くるって回ったの？可愛い。え、どっちだ？あ、よかった、持ってないやつ。え、で、今青来てる。え、ちょっと待って、あと白だけってこと？これ多分まだね、3周目ぐらいじゃない？ 4 周目いったかなぐらい。え、すごい。この3のクッキーが絶妙なバランスでこのアイシングクッキーが動くんですよ。え、めっちゃいい。語彙力ないからうまく。あ、ちょっと待って待って待って。レストラン。レストランのマークが出てきちゃった。この子あれですわね。はい。ありがとうございました。次。で、青はさっき出たからかぶったね。でも可愛いからいいよね。喜んでるの、ハンコ屋さんのカップケーキでした。はい、2個、紫と黄色。持ってるやつですけど、でも可愛いからね、許してあげましょう。いや、可愛い。何回見ても可愛いな。黄色、はい。可愛い。キャラメルかな？ソースがね。で、もう1個。あ、赤だったね。ということは、白待ちですね。で、まだ一周終わってないので、私はもう確定で、プレミアムに入っているので、揃います。どうしましょう、皆さん。めちゃくちゃ可愛い。どうしよう。可愛すぎてさ。え？今までで一番可愛いピクミンなんじゃないの？で、まあ、こうやって毎回言うんですけどね。かわいいわ。2周年の時どうして2ってつけたピクミン作らなかったんですかね、運営さん。多分運営さんが一番後悔してると思う。いや、これ3はめっちゃ気合い入れましたね。かわいいです。4周年もぜひ数字の4を持たせてほしいですね。1周年はね、ちゃんと1って書いてあるし。まあ、噂によると、っていうか私も確認したんだけど、ローソンのピクミンっていうか、1周年のピクミンの子、ローソンマークのやつとか復刻のやつって今まで大きさ一緒だったのに、なんか大きさが違うよね。どうやって整理しようか悩んでる。あ、かわいい。こっち向いてる。こっち向いてる。かわいい。ちょっと君は違う。ちょっと一匹違うのがね、混ざっちゃいましたね。選ぶときにね、焦って選ぶからいつも間違えるんですよね。耳で見えないんだわ、みんなが。はい、ということで今日はこんな感じで動画を終わろうと思います。なかなかパソコンの移行がね、全部一気にできなくてちょっと大変だったんですけども、ゆっくりまったりとやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。Lost again, going back around. Dreaming of a time when I get things right. Lost in the shadows of a million stars.